こんにちは、千葉達也です。本日なんですけれども、場所が、いつもちょっと都内でレッスンさせていただいてるスタジオでちょっと撮らさせていただいてます。いつもはね、自宅で撮ってるんですけれども、家で撮ってる時間がなかったので、今日はこちらで、収録させていただきます。今日のお話はですね、ヴィンテージサックスについてお話ししていこうと思います。サックスを演奏されてる方でしたら誰でも聞いたことがあるであろうヴィンテージサックス、そしてですね、そのサックスの値段っていうのはピンキリなんですけれども、高いものでは200万円を超えるものまであります。ただ面白いことに、実はこのヴィンテージの楽器が高くなるっていう現象はですね、サックスだけなんですね。基本的に他の楽器、クラリネットとかフルートっていうのは、もちろんヴィンテージの楽器もあるんですけれども、そこまで値段は高騰しません。サックスぐらいだけなんですね。他の楽器でしたら、ピアノとかバイオリンはヴィンテージで高いになりますね。バイオリンなんかすごい有名なストラディバリウスなんかあります。その中でサックスっていうのは吹奏楽器にもかかわらず、値段が非常に高騰している珍しい楽器でもあります。なぜヴィンテージの楽器が高くなっているか、ということについてお話できたらなと思います。2年ほど前に僕が投稿したんですけれども、100年前の楽器をリペアするっていう動画、あれはですね、コーンというサックスメーカーが作ってたものになります。あれも100年ぐらい前なので、もちろんヴィンテージになって、値段も昔のヴィンテージのサックスはもちろん調整をしてあげれば音が出すことはもちろん可能なんですけれども、問題点として今の楽器、これはヤマハのアルトサックスですね。こういった楽器っていうのは製造のノウハウっていうのがもうたくさん蓄積されてますので、ピッチだったりとか音のムラっていうのが少ないです。ただですね、昔のサックスっていうのは機械で作るわけにもいかないので、大体が手作業になっています。実はですね、今販売されている楽器もその楽器個体個体によって音の鳴りだったりとかピッチの違いっていうのもあるんですね。例えばこの楽器だったらドの音がちょっと高めになるだったりとか、逆に別の楽器だったらミのフラットがちょっと下がっちゃうっていう、それぞれの個体差っていうのが存在します。なんですけれども、前回リペアしたようなすんごい昔の楽器になっちゃうと、その個体差っていうのが非常に大きくもなりますし、ピッチの正確性っていうのがどうしても悪くなってしまいます。それはそうですよね。100年も経ってるので、今の楽器の方がピッチが正確に決まってますよね。ではなぜその昔の楽器が高値で取引されてるかっていうところなんですけれども、どの楽器でも高値で取引されているわけではありません。もちろんヴィンテージですので、物によっては値段が高くなったりするんですけれども、僕がリペアしたモデルっていうのはですね、ニューワンダー1っていうものなんですけれども、こちらの楽器はそこまで値段は高騰してません。なんですけれども、その後に作られたコーン 6M っていうのがあるんですね。これはよくネイキッドレディっていう上半身裸の女性が刻印されているモデルなんですけれども、これがコーンの中で非常に有名なモデルになります。ちょっとサックスに詳しい方でしたら、このネックの形なんか結構特徴的で、なんだってすぐ気づくと思うんですけれども、このモデルっていうのはですね、今はないんですけれども、マイクロチューニングデバイスって言ってですね、このパーツちょっとネジみたいに動かすことができるんですけれども、それによってピッチを変えるっていう機構になります。その年代の中でもピッチを良くしようと意識して作り直して新しいモデルが出るっていう動きがあったんですね。そして時代が流れていってですね、今サックスの世界で一番大きなシェアを占めているセルマっていう会社が生まれます。セルマなんですけども、創業してから今まですんごい種類のモデルを作っています。ただですね、サックスのヴィンテージにおいて一番高い楽器っていうのはセルマのマーク6、もしくはバランスアクションっていう2つのモデルになります。サックスのヴィンテージ楽器っていうのは高いんですけども、その中でもこの2つ2トップっていうのはですね、桁違いに値段が高騰しています。ではなぜこのセルマのマーク6、そしてバランスアクションが高いかっていうお話をしていこうと思います。はい、楽器というのはですね、そもそも時代が後になればなるほどもちろんいい楽器がたくさん生まれますよね。もちろん今ここに置いてあるサックスも、こちらはスタンダードモデルなんですけれども、もちろんしっかりと鳴ることもできますし、ピッチも正確です。ではなぜセルマーのマーク6、バランスアクションが好まれるのか。これなんですけれども、楽器の重量なんですね。もちろんですね、楽器の落下方法だったりとか、キーの配置だったりとか、いろんな要素があるんですけれども、僕個人的にセルマーマーク6、そしてバランスアクションが高騰している理由っていうのは、この重量に大きく関係してるんじゃないかなって思います。っていうのはですね、
アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス、すべての楽器そうなんですけれども、時代が進むにつれて、楽器自体の重さっていうのが少しずつ重くなっていってます。なぜかと言いますと、昔の楽器を見てみると、先ほどのコーンの楽器でしたら、この低い音の担保のガード部分、ここなんですけども、針金を曲げたような形になっていますが、今の楽器ですと、このような形でしっかりとした形になってます。ここ、J の形になってますね。これは、今も楽器を製造されている会社がですね、企業努力によって、楽器が壊れにくいようにっていうことで、少しずつパーツを足していった結果、少し重量が重くなっているっていうことなんですね。実は YouTube って、どの年代の、どの性別の、どの国の方が見てるっていうのを分析することができるんですけれども、僕のチャンネルの場合ですと、ほぼほぼ 90% くらいは僕より年上の男性の方が見てらっしゃいます。そしてサックスを扱うのは僕たちだけではなくて小さなお子様も使われます。ですので小さいお子様が使われたりだったりとか、もし楽器を落としてしまった、万が一の事故のために楽器を修理しやすくする、そして壊れにくくする、この観点から楽器のパーツっていうのは増えています。ですので単純に言うと整備性が良くて耐久性が良い楽器なんですね。実はヤマハなんかがすごい分かりやすい例なんですけども、ヤマハの中でスタンダードモデルっていうのとカスタムモデルっていう2つがあります。スタンダードモデルっていうのはですね、初心者に向けたモデルになっておりまして、逆にカスタムモデルっていうのはハイエンドモデルっていう形になります。ただ作ってる工場は一緒です。実は僕ヤマハの工場に行ったことあるんですけれども、カスタムモデルっていうのはカスタム専用の製作者さんがいたりとかっていうちょっと特殊な製法になってるんですけれども、大まかな違いとしてはスタンダードモデルよりもカスタムモデルの方がより頑丈になっています。これはですね、クラシックを演奏されている方にとってはすごいありがたいことでして、楽器の抵抗っていうのは高ければ高いほどいいっていうわけではないんですけれども、程よい抵抗感がありますと音が綺麗にまとまって艶やかな音を出すことができます。ですので、そういった観点から、ヤマハのスタンダードモデルだったりとか、今のセルマーの現行モデル、もちろん柳沢の現行モデルっていうのが非常に好まれます。なんですけれども、僕のようなジャズを吹く人にとっては、楽器の重さが重くなってしまうっていうのはですね、頑丈な部分で見るとすごいありがたいんですけれども、音の鳴りっていう意味では、少しデメリットになってしまうんですね。僕はよくクラシックとジャズの音の違いをよく湿度とかで例えたりするんですけれども、クラシックの場合っていうのは、綺麗なツヤツヤした球体で表面が水で覆われているようなもの。それに対してジャズなんですけれども、同じ丸い球体なんですけれども、表面がザラザラしてる。中身はしっかりあるんですよ。中身はしっかりあるんですけれども、表面がザラザラしてる。いわゆるこれがサブトみたいな感じですね。なのでちょっと乾燥してるような音なんですよね。そういったカラッとした音を出すには、やっぱりある程度の反応の良さっていうのが必要になります。反応のいい音を出すには、やっぱり抵抗っていうのは減らしたことに越したことはないんですよね。そのためですね、ヴィンテージの楽器っていうのは使ってるパーツだったりとか金属の量っていうのが少ないので、楽器を吹いた時に自然と反応がいいんですね。そのためにジャズのサックスっていうのはヴィンテージがよく好まれます。で、先ほどの話に戻ります。なぜマーク6とバランスアクション、この2つが非常に人気なのか。実はですね、これモデル順に言うと先にバランスアクションが出て、その後マーク6が出たんですけれども、実はこのあたりのセルマーのサックスの形っていうのがですね、現代で使われているサックスの形とほぼほぼ一緒になります。ですので、このバランスアクションマーク6の時代よりも前と後では、キーの配置だったりとか、いわゆるピッチなどのクオリティっていうのが、すごいレベルが上がった時代なんですね。その基礎を築いたのがセルマーのバランスアクション、そしてマーク6になります。実はこのバランスアクション、そしてマーク6の中でも、実は使ってるパーツだったりとか少し製造方法が違ったりっていうのももちろんあります。特にマーク6っていうのは初期、中期、後期とありまして、中期の中でも何万番台っていう、いわゆるシリアルナンバーですね。シリアルナンバーによって製造方法が変わりますので、それでこういったサウンドが好みだから、じゃあ何万番台のサックスが欲しいっておっしゃる方も中にはいらっしゃいます。そういった前期中期みたいな細かいことは今日お話ししないんですけれども、大雑把に言うと、この時代っていうのがサックスの基礎、今のサックスの形を作った初期のモデルである。ですので、ピッチだったりとか、音の鳴りの均一性っていうのがしっかりある。そして今売られてるサックスの耐久性っていうのがまだそこまでない時代だったので、正確なピッチが出しやすくて音の鳴りも均一で、その中でも反応がいい
ていう、今と昔のちょうどいい部分だけを取り揃えているのがバランスアプション、そしてマーク6になるんですね。セルマはですね、その後マーク6から次マーク7っていうのを作ったんですよ。なんですけども、マーク7のところでは耐久性を重視したモデルになりますので、やっぱり音の出しやすさっていうのがちょっと変わってきます。もちろん楽器っていうのは人それぞれの好みなので、一概に何がいい、もちろんバランスアクションマーク6だから誰にでも合うっていうわけではもちろんありません。なんですけども、ちょうど今と昔のいいところを取ってて、なおかつその時代っていうのはモダンジャズが非常に盛り上がってた時代、例えばソニー・ロリンズだったりとか、ジョン・コルトレーン、ハンク・モブレーだったりとか、スタン・ゲッツっていうのがすごい盛んに活動していた時期なので、そういうのも合わさって徐々に徐々にバランスアクションとマーク6の値段が上がっていきました。僕の使っているテナーサックスはこれ実はセルマーのマーク6です。実はセルマーのマーク6っていうのはですね、アメリカで組み立てられたものとフランスで組み立てられた、実は2種類あります。使ってるパーツは一応同じなんですけれども、ラッカーのかけ方だったりとか、ちょっとネックの構造が変わってたりするので、大体一緒なんですけれども、細かいところはちょっと違うっていう感じですね。こういった仕様っていうのは、楽器のリペアさんだったりとか、すごい詳しい方っていうのは、こと細かに説明できたりするんですけれども、僕はですね、マーク6使う前は、ヤマハの 82Z。あ、そうだ、あれだ。僕がこの前メルカリで騙されたやつ。あれと同じやつです。あれのテナーサックス版をずっと使ってました。中学校から使ってたものなんですけれども、このマーク6はですね、僕、去年の頭ぐらいに購入したものなんですけれども、やっぱり軽さちょっと違いますね。正直なこと言っちゃいますと、こういった楽器の違いっていうのはですね、吹いてる本人っていうのは結構大きな違いとして捉えるんですけれども、聴いてるお客さん側としてはあんまり気づかなかったりします。多分もしかしたらですね、僕、中国の安いサックスを調整しっかりして、見た目がマーク6と全く同じだったら違い分かんないかもしれないです。いわゆるこれってプラセボ効果ってやつですよね。確かに聞き手としてはちょっと分かりづらいところではあるかもしれないんですけれども、サックスをよーく吹かれてる方だったりとか、サックスを実際に吹いてらっしゃる方っていうのは、その違いははっきりと見分けることができるかもしれません。ただですね、どんなにいい楽器って言っても、今多分一番高いのはセルマのバランスアクションで、で、ラッカーが綺麗な状態で、多分シルバー、銀メッキのやつなんかも本当に230万とかいっちゃうんじゃないでしょうか。正直、じゃあこれが230万円分の音の違いの価値があるかっていうと、なんとも言えないところですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと脱線いろいろしちゃったんですけれども、ヴィンテージのサックスがなぜ高いかっていうことについてお話しさせていただきました。なぜ高いかっていうのは、今の楽器っていうのはどうしても整備性、そして耐久性を求めてますので、昔の楽器に比べて重くなっちゃいます。そのために反応の良さっていうのが少し失われる。ただこの重量が重くなったっていうことは必ずしもデメリットではなくて、もちろんメリットです。現に今、吹奏楽だったりとかクラシックを吹かれてる方っていうのを現行の作曲使ってらっしゃいますよね。ただ、どうしてもジャズ、あとポップス、スタジオ系の現場になると、マーク6だったりとか、バランスアクションっていうのがちらほら見えてきたりします。まあこれは正直、人の好みの世界ですので、一番いいのはやっぱり自分に合った楽器を探すっていうことだと思います。例えば自分にとって吹きやすい楽器が2つあるとして、じゃあそれが100万ぐらい値段の差があったら、安い方買った方が自分に合ってるんじゃないかなって思います。またヴィンテージの世界っていうのは非常に奥深いので、今日お話しした内容っていうのはまだ氷山の一角、まだもっともっと深いヴィンテージの良さっていうのがあったりしますので、もし今日の動画でヴィンテージの楽器気になった方は、ぜひ楽器屋さんに行ってみて、もしできるようでしたら試奏なんかもしてみてください。それでは本日の動画終了いたします。ありがとうございました。